はい、それでは本日の閣議後会見を始めさせていただきたいと思います。まず本日は東日本大震災の発生から3年目を迎えたわけであります。改めてこのたくさんの方々が犠牲になられました。そして、さらに多くの方が被災に遭われ、未だにこの苦しみと悲しみが続いていると、このように思います。長年慣れ親しんだ自分たちのふるさとが壊れて、そしてこの復興が今必死でやっていたいということであります。亡くなられた方々に心からのこの哀悼を捧げ、そして今苦しんで、しかもその上で頑張っている人たちに、この我々としてもしっかりと支援をしていかなくてはいけないと。東北の被災は日本中全体の被災だと、そういう思いでですね、取り組まなければいけないと、このように思っております。そして、安倍内閣の閣僚は全員が復興大臣だと、こういう安倍総理のこの指示を受けてですね、私どもしっかり、それ役割を果たしていきたいと、このように思っております。で、土曜日の日に、久しぶりにまたこの宮城の方へ参りまして、石巻と仙台石巻、それから山本町と行ってまいりました。だいぶがれきがですね、片付けられて、町の中が復興がその意味での進んでいるというのは感じましたが、しかし根本的な解決に至っていないし、仮設住宅の皆さんはこの懇談した際にもですね、今この状態でやはりかなりの不満があると、しかもこの避難が長引いておりますから、そういったことについてのですね、ケアというものがいろいろとあると思います。そしてこの全国のから応援に、この派遣されている公務員の皆さんともお話をしました。また民間企業や若手のそういった企業人の方からともお話をしました。いずれも必死で頑張って、使命感に燃えているわけでありますが、しかし一方でこの派遣された人たちの中でも、これは厳しいこの仕事の環境の中でですね、体を壊す方もいらっしゃるわけでありますから、我々は総合的にそういった自分たちが今分担している部分についてさらにですね、目を光らせて隅々までいろいろな改善点がないかどうか、それは普段の改善の努力を進めていきたいと、このように思っています。そして何よりも今度の東北の復興は単に今までの元に戻るだけで終わらせてはいけないと、新しい東北の街づくりというものを進めていかなくてはいけないんだというふうに思っています。ですから我が国が新しく取り組むような住民生活が便利になる、それからいろいろなですね、この物事の改善につながるようなものは、私はできることがあればまず東北の皆さんにそれを享受していただこうと、このように考えています。ですからICT を使った新しい医療や、それからこの福祉との連携、こういったものも可能になる、そういうこのメディカルメガバンク、これは構想段階でありましたが、これは最初にやるのは東北であるべきだと、このように思って進めてまいりましたし、先日の石巻でそのメディカルメガバンクの実際どのような利便性があるかというようなことも確かめてきたわけであります。そして山本町がこれは象徴的でありますけれども、全ての農地がダメになりました。それを復興させるときにより収益性の高いイチゴに転換しようと、そして工作の方法も新しい仕組みにして、さらにそこに ICT を加えて、これまでにない高効率のその農業がですね、今確立されようとしています。その実験が開始されています。ですからこれからですね、東北はこの被災を機に、さらに魅力的な新しい街づくりが進むように、そういったことも願っておりますし、またそういうふうにこの前に進んでいくことが犠牲となられた方々に報いることであり、そして長年これからもしばらく続くと思いますけれども、そういうご苦労をいただいた方々に私たちはこの得てもらう、ご苦労いただいた方だからこそ得てもらう成果ではないかなと思っているんです。被災直後に私も参りまして、
あまりの広さにですね、声を失いました。一方で無事に、なんとかそのくぐり抜けた方々に、よかったですねっていうふうに言うと、いや今その言葉はこの町では使えないんですと。どうしてですかというと、自分が残ったけれども家族みんながいなくなって、5人家族で1人だけ残って、私だけ残ってしまって、よかったなんて思えませんと。もうこう言われるとですね、じゃあ何の言葉をかけていいのかと、まあ、こういう思いがありました。そしてかける言葉を失った時にですね、被災者の方が、でもこういう状態だから笑って元気に頑張るんだと、あなたも笑顔になってみんなを励ましてくれと、こういうふうに言われました。いやどうしてですかと聞いたら、ここまでひどい目に遭うとあとは笑うしかないんだと。そしてその笑って自分の苦しみや悲しみを吹き払って、もしくはそれを押し殺して頑張るしかないんだよと、こういうふうに言われたことが非常に私象徴的であります。まあ、今回その方にも久しぶりに再会いたしまして、相変わらず東北の皆さんが全地でですね、笑顔で頑張ろうと思っている、その心の中にある悲しみや苦しみを私たちは一時も見逃してはならないと、まあ、こういう思いであります。ぜひこれは皆さん全国民が同じ思いだと思いますけれども、まあ、そういう気持ちでですね、届きませんけれども、まあ、最大限の支援をさせていただきたいと、まあ、このように考えております。私からは本日以上です。幹事社の毎日新聞から一問お伺いします。地方自治法改正案についてなんですけれども、政令市 その行政区の権限強化ですとか連携協約といったものが今回この法案には盛り込まれていますが、地方6団体などからいろいろな意見が出ている中で、これを州内にも閣議決定していこうという意義をお聞かせください。はい、まずこれは第30次のですね、地方制度調査会 の答申をいただいたことであります。でそれは大都市制度の改革と基礎自治体のサービスの向上と、まあ、これがテーマになっています。で私どもとすれば、この新しいまちづくり、それぞれの地域がそれぞれのやり方で、自立をして活性化してもらう、個性を生かし自立した地方を作る、これがこの総務省のですね、自治行政の基本だと、私はそのようにコンセプトをですね、掲げさせていただいております。で具体的な実践的な項目がたくさん入っています。それは指定都市制度の中においては区の役割を拡充するということ、それから指定都市と都道府県との調整会議を設置するということ、さらには中核市と特例市制度を、これをですね統合しようではないかと、まあ、こういう提案も入っています。それから新たな広域制度として自治体間で連携協約を結べるようにしようと、まあ、これは私が昨年ヨーロッパ行って見てまいりましたシティリージョンの考え方を導入したものであります。それから事務の大執行、大体執行の制度ということで、近隣の市町村や県がですね、この必要な事務を大執行することもできると、こういうような制度もありますし、それから多分これは実際の自治体の中に構成されている自治会ですね、この人たちはとても利便性が上がると思うんですけども、その認可遅延団体といいますけど、私たちは町会ですとか自治会と呼びますけども、一般の方はですね、その認可遅延団体が所有する不動産の登記、これまでは登記ですから個人でなければできなかったんですけども、そういったものもですね、これは証明書を発行することで団体としての登記ができるようになると。で個人で登記しますと、その方が亡くなられた後の相続ですとか、いろいろな事務的な多少のそういった問題が出たりしたわけでありまして、まあ、こういったものもですね認められるようにしようということで、まあ、私どもが今制度として取り入れるべき、またこの改善すべきものを織り込んだという意味においてですね、これを 早くにまずは国会に閣議決定をして、でその上で国会提出をご議論いただいたですね、まあ、こういった実践的な法案について、まあ、ぜひこのご議論の上で成立をさせてもらいたいと、まあ、このように考えています。各社さんご質問ありましたらどうぞ。
よろしいでしょうか。では、どうもありがとうございました。はい。